その男の命と先生の命、その男の言葉と寺坂君の言葉、それぞれどちらに価値があるのか考えるんです。寺坂、お前これ熱やべえぞ。こんな状態で来てたのかよ。うるせえ、見るならあっちだ。やれ渚、死なねえ範囲でぶっ殺せ。あ、うん、塩田渚が先に暗殺に持ち込もうとしても、ほら、どうした？殺すんじゃなかったのか？今の高岡は前と別物だ。最初から戦闘モード。心が狂気で満たされても精鋭軍人、いかなる奇襲も通じないほど隙がない。体格、技術、経験、全国模試で1位を取るより数倍死なんだ。おいおい、へばるなよ。今までのは序の口だぞ。さて、そろそろ俺もこいつを使うか。ナイフとともに夢に出てくるトラウマがある。あの時見せたこいつの笑顔だ。あの笑顔に今日疲れてから全てが狂った。もう絶対同じ過ちは繰り返さねえ。手足切り落として標本にしてやる。ずっと手元に置いてめでてやるよ。一つ、武器を二本持っていること。二つ、敵が手だれであること。そして三つ、敵が殺される恐怖を知っていること。よかった、全部揃ってる。なんだ。高岡先生、実験台になってください。なんなんだ。必殺技と言っても必ず殺す技ではない。そもそも暗殺者なら、理想的状況なら必ず殺すのは当たり前だ。だが現実はそううまくは運ばない。特にターゲットが隙のない手だれの時はな。だがそんなピンチに必ず殺せる理想的状況を作り出す技、それがこの必ず殺すための技だ。必ず殺すための、ノーモーションから最速で最も遠くで最大に。くそ、かき。タイミングはナイフの間合いのわずか外。接近するほど敵の意識はナイフに集まる。その意識ごとナイフを空中に置くようにして、そのまま。数瞬を逃さない。流れるように2本目の刃を抜くが早いか。嘘だ。こんなガキに二度も。目をさせ、渚、首あたりにたっぷり流しゃ完全に気絶する。殺意を教わった。抱いちゃいけない種類の殺意があるってこと。その殺意から引き戻してくれる
友達の大切さも、殴られる痛みを、実戦の恐怖を、この人からたくさん教わった。ひどいことをした人だけど、それとは別に授業への感謝はちゃんと言わなきゃいけないと思った。感謝を伝えるならやめろ、そういう顔をすべきだと思ったから。その顔で終わらせるのだけはやめてくれ。もう一生その顔が悪夢の中から離れなくなる。高岡先生、ありがとうございました。ボス撃破！やめろー！